衆議院比例代表制選挙区一覧は、日本国の衆議院議員総選挙における比例代表制選挙の選挙区の一覧。各選挙区選出の議員については、衆議院議員一覧を参照のこと。衆議院議員総選挙における比例代表制は、九百九十四年に改正された公職選挙法で、従来の衆議院議員総選挙において用いられてきた中選挙制が、 全面的に廃止され、新たに小選挙区比例代表並立制が取られたことにより導入された。国政選挙における比例代表制そのものは、すでに1982年から参議院議員通常選挙において従来の全国区制に変えて導入されていた。衆議院比例代表制選挙区の区割りは、公職選挙法第13条第2項及び別表。 第2によって定められている。この別表、第2により、47都道府県全域が11の比例代表制選挙区に分割されている。衆議院小選挙区制選挙区の想定数が289であるのに対して、衆議院比例代表制選挙区の想定数は176であるから2000年までは200、2000年から2017年までは180。 この衆議院議員総選挙における小選挙区、選出議員の想定数及び比例代表選出議員の想定数は政治改革を標榜していた細川森博内閣が当時の野党自民党を重複させる形で、まず成立し、その後、自治公連立政権が微調整を行ったものである。一般に、小選挙区制は二大政党に集約され、 政権交代が起きやすくなるとされるのに対して、比例代表制は、小党が分立し、中選挙区制は、政権交代が起きにくくなるとされている。なお、公職選挙法第13条、第2項等で、衆議院議員の選挙区と表現されており、官報では、衆議院比例代表選出議員選挙選挙区と表現されている。この衆議院比例代表制選挙区は、 報道等では一般に比例ブロックあるいは単にブロックという名称で呼ばれている。また同様に、個々の衆議院比例代表制選挙区は、その選挙区の地方名を入れた比例ブロック、あるいは単にブロックという名称で呼ばれている。ありがとうございます。